今回はですね、ドリームルーレットガシャで鬼ガシャコイン使ってみたいと思います。なんか鬼ガシャが出てくるのかと思いきや、普通のガシャで使えるっていう。こちらですね、鬼ガシャコイン。今回の今日の大当たりが、赤鬼さんで、中央あたりに肉焼きとか鬼が結構いるわけね。粗品なし、ドリームベッドせずにスタート。結構大当たりのマス多いね。ドリームベッドしたらほぼほぼ当たるのでは。鬼雲がたまに大当たりにいたりするけど、いきなり大当たり。金色のカプセルから赤鬼登場。わしを出したからには連れていかなあかん。赤鬼、あかん。ちなみにニックネームはお任せするとどうなる？クリムゾン。一本図の赤助、灼熱クリムゾンだって。これだから日によってお品書きに黒鬼とか出てくるのかな。ドリームベッドせずに6連チャン行ってみようっと。来た。赤鬼来た。もともと大当たりのマス多いからね。他の品書きの中あたり小あたりにも鬼がいるという。クリムゾンにしとこう。あ、イエス。あれ、クリムゾンと呼ぶことにした。全部使っちゃおうっと。当たる確率どんなもんだろう。6回中何回ぐらい大当たり来るのか。また当たったわ。ほぼほぼ当たるわけ。どういうことだ。すごいね。日記いろいろあるから何回でもチャレンジできるしね。赤鬼、赤。ドリームベッドしたらもっとマス増えるよ。ガシャ4回目いきます。6回中何回大当たり来るのか。あ、外れた。疑心暗鬼小当たり。疑心暗鬼。疑心暗鬼。ラスト2回。本日のガシャ5回目。鬼ガシャ6連チャンで5回目どう？また来た。また来たよ。高確率で当たるね。ドリームベッドせずとも簡単にゲットできるな。赤鬼はバスターズトレジャーでもゲットできるからね。ラストいきます。5回中4回大当たりしてるよ。本日ラストのガシャどうなる？お？惜しい。めっちゃ惜しかった。小当たり攻めの秘伝書です。ということで6回回してみたんですけど、大当たり4回出るね。大当たりのマスがめっちゃ多いからね。最高。鬼ガシャ最高。鬼時間しなくてもガシャ回せる。最高。